皆さんこんにちは、ブタキムチです。スーパーマリオオデッセイやっていきましょう。さあ、寒い砂漠で、街があるね。インドの街っぽい。あいつは何、こいつ敵なのか住民なのかわからん。突然地面から氷が飛び出してきて砂漠が寒くなってしまったっすな。ああ、そうなんだ。さあ、とりあえずセーブしておいて、こいつらはなんだ、喋りかけてみる。よそから新婚さんが来たかと思えば、その後寒くなってどうなってるんすな。あ、砂の国だから砂なんのやな。マイナスでマップを見ると便利っすな。なるほど、マップが見れるんだ。で、ここに行けって感じかな。うん、とりあえず向かっていこうか。ほんとだ、なんか氷も綺麗、すごくすごい。向こうの景色が見える。すごい。で、クッパの足跡。でも、こっから先ないんやけど。まあ、のこのこやっつけていこう。これ、コントローラーをこう、振れば、いいんやな。でも、振るの難しいよな、なかなか。さあ、あっちの遺跡、入り口。あ、こいつらは、これ、立体感あると、クリボーを踏みにくいな、なんか。帽子の方がいいな。お、今、うまい。今のうまかった、めっちゃ。はい、はい。はいと。あ、ご丁寧に矢印してくれているね。わ、マジそれ。びっくりした。わ、びっくりした。ちょっと待って。マジか。半端ない追尾やな。わっと、やっべえこれ。あ、下大丈夫なんや。やっちまったかと思った。さあ、かぶっていきましょう。これでダーッといって、ここで降りると、ん、何やつ、壊していける。お、いいね。あ、とりあえずコインは丁寧に集めていこう。なかなか視点操作が難しい。ジャンピング、ジャンプ。おっと、え、ジャンプできないのこれ。ああ、ヒップドロップしたら高く飛べた。よし、いいね。なるほど。で、この辺のセーブポイントで、ナビゲーション、飛んでいきましょう。旅のワンポイントアドバイス、ヒップドロップ。あ、これはもういいや。わかったわかった。さっきね、船の中で呼んだから。で、ここは、あれ使いってことやな。なんだっけ。これ、これ、忘れた。あ、違う。これ、このままいけるんだ。あ、そうなの？タイミングよくいけってことか。あ、これ、立体視が難しい。立体視むずい。よいしょ。で、2D になれと。よし。あ、やっちゃった。この辺壊せる。あ、バナナ発見。あ、バナナじゃない。パワームーンか。あ、なんでそんなとこ行くの？それ意地悪すぎない？ちょっと。マジかよ。でもこっちにはね、なんだっけこれ、キラーだ、キラー。キラーがいるから大丈夫。あ、で、ここで、よいしょ、あ、ゲチューブ。あ、左上見て、めっちゃあるじゃん。めっちゃあるじゃん。え、嘘だろ、こんなあるの。あ、来い、キラー。さあ、キラーに乗り移って、行きましょう。楽々。よし。さあ、どんどん行こう。砂漠に氷とは、オツなことしはるな。俺に被せることはできないのか。で、2D になって土管入ったところで感があるよね。あ、待って、これ土管入ってさ、帽子ってできるの？できない。
あ、これで登っていこう。面白いこれ。いや、アイデアだね。いいね。今までのマリオを資産としている。このドット絵マリオっていうのも昔の技術とかじゃなくて、もうなんか伝統になってるな。いいね。よいしょ。しゃがめるか。よし、しゃがめる。このヤンキーしゃがみができるんだ、このマリオは。ほら、このヤンキーしゃがみ、なんかおるよね。あの、それこそさ、配管工とかこういうのしてそうじゃない、こういうしゃがみ方。あ、これでバナナゲッチュー。新しいのが出てきた。集めて砂のムーンチップ。ムーンチップ集めればパワームーンになるのかな、わかんないね。まあ、とりあえずこれ何、真ん中のやつ。待って、やばい、ちょ、やっちゃった。これ立体視が難しいんだよね。しかもさ、これジョイコン2つ持ちって結構ね、操作性悪いような気がすんねんけど、そんなことない？これ。いや、なんか、このジョイコン2つ持ち、プロコンの方がいいと思うんやけどな。そんなことないんやろか。これ。何これ？いってぇ、何それ？衝撃破壊？マリオずっと震えたままやねんけど、かわいそうに。あ、待って、そっち、マジか。これなかなか難しい初見やと。あ、あっちになんかだだっ広い広間があるね。コインはこの国だけで使えるんだ。そうなんだ、へえ。で、次ここ、帽子よいしょ。なるほど、衝撃波が衝撃波を生んでいる。はい、と。もう、うわっと、マジか、それ。あ、まあ、やめて。こういうの怖い。やばい、死にそうなんだけど。死にそうなんだけど。大丈夫、これ、落下ダメとか入らないよね。よし、いいね。あ、ミルゾー遺跡。こいつは何？パワームーンのかけらだね。あ、なるほど。5つ集めたら、パワームーン。ん？何これ？メガネをかける、外す。あ、なるほど、道が見えるんだ。おい、結構つぶらな瞳してるね、君。いや、とりあえずコインゲッチュして。ないの？ここ何も。え、一撃しかい、しかも。コインをどんどん減らしていく。てっきりそこに道があると思ってた。あ、見るぞ。よし、サンキュー。マンナで、今でこれ2。ちょ、マジか、それ、これきついわ。見えへん、全然。またコイン減っちゃったよ。で、そうそう、マップ見ようか。うん、ん、あの上にもある。あんな高いのどうやって取るんだ。しかもこっちにも道がある。うん、難しいなこれ。うん、そうだよね、壁蹴りジャンプしかできないよね。これ割れないかな。いい、あの、P ボタンって何？パワーボタンでいいの？この足跡、どこに向かった？あ、こっちの方？でも待って、これ、かけらがある。まず、これを仕入れてやな。はい、と。こいつ結構、臆病なんやな。この調子でさ、氷も壊せない？これもしかして。無理かな？
無理か。上にコインがあるけど、それはまあいいや。じゃあ向こうのボタンを押していきましょうか。白い帽子も似合うね、マリオ。あ、手袋が白だからかな。似合うよね。あー、これ踏めないのか。マジで。あと2つ。なるほど、あと2つバナナを仕入れてこいってことやな。もしかして見えないバナナもある、もしかしてこれ。あそこなんか調光してる。で、あの見えないバナナ見えないバナナってか、上の方にあるバナナ、あそこから行けば行けるんだ。草むらでコインを拾いつつ、あ、それ乗りたい、ガスでダメだった。たまにあるよね、エレベーターとかで。日本人な、優しい人が多いから。鳥にはなれないか、さすがに。日本人優しい人多いから、大丈夫なんだけどね、手前は。お、降りたらやばそう。大丈夫？いける？あ、コインゲッチュー。マジか。あらかじめ、メガネをかけて暗記しなきゃいけないんだね。こっち行ってこっちやな。なるほど。ありがとうよ。これ取ったところで4個なんだよね。まあいいけどさ。すごい、この石のかすれる音もいい感じ、すごく。リアルな感じ。インディ・ジョーンズって感じ。あ、これやばい。油断してると落ちる。こうね、なんか。斜めから見下ろしてる感じでやりづらいんだよね。慣れの問題やと思うけど。あ、ここ取っといて。あ、あと1個どこにあるんだろう。なんだあの鳥。なんかめっちゃ神々しいぞ。あれが鳳凰ですか？伝説のポケモン。これなんか臭いんだよね。ここなんもない？あ、これなんか出てきそう。箸になりそうだね。あ、あっちのなんかスイッチでなるのかな、これ。で、他のパワームーンのかけら。よいしょ。一回これで見てみましょうか。上の用事は済んだやろ？あと1個がね、どこにあるんだろう。そんなサボテンの中とかないよね。見当たらへんな。ここには箸はかかっていないよね。あ、これなんかさ、もう行けないんじゃんこいつ。ここ積みじゃない、そこにこうやったら。あ、こんなとこに落ちてるじゃん。なんだ。あ、出てきた。なるほど。くっついて1個になるんじゃなくて、新しい、っていうか、でかいパワームーンが出てくるんだね。こういうことか。はい、じゃあ取っていきましょう。あ、ゲッチュー。やっほー！まだ熟していないバナナ。ゲッチュー。あ、どこかの扉が開いた。ヘルプ！高さピラミッドの対決。あ、クッパだ。クッパやん。ちょっと待ってな。待ってろよ、ピーチ。俺が行ってやる。これ怖い、本当に。なんか、立体視ができない。俺がおじさんやからやろうか。あ？あ、すごい。見渡すことができる。で、ジョイコンでも見渡せると。で、ズーム。なるほど。したところでどうしたらいいの、これ。はい。ズームしたよ。あそこにクッパがいる。
では向かいましょうか。ルマークが出てる。高さピラミッドの様子が変ですな。中にあるお宝、結婚指輪はどうなるっすな。付き合う前に結婚とかすごいな、本当に。それさ、結婚した後に家庭円満に行くと思ってるんやろか。あ、何これ、めっちゃなんかマリオの世界観らしかの人がいる。お客様をお迎えに上がるはずが、車が動かなくなってしまいました。そうなんだ、どんまい。あ、中に大量のバナナがあるぞ。これは氷を溶かしたら取れるって感じかな。逆さピラミッドはどこだ。あ、ここだ。あ、これでっけえなあ。シャカシャカ。新婚さんが中に入ったっすな。結婚指輪がどうとか言ってたっすな。このわしを差し置いて結婚するなんて許さん。逆さピラミッド内部、どうしようかな。一旦ぐるっと見渡して、てかこれね、ちょっと感度変えたい俺。オプションの、操作設定の横、さあスノーマル、感度ゆっくり、普通でいいよ。なんでゆっくりになったんや。うん、いい、これで。さあ乗り移っていきましょい。で、2D だね。トゥルトゥルトゥルン。あ、このジャンプ力でいける感じ？あ、おい。あ、ここでジャンプだ。俺、ゲームうまいような感じ出てる、今。今、ゲームうまい人な感じが出てる。ちょっと待って。これ、安易にジャンプすると落ちる。俺は知ってるんや。この事実を。よし。次の種で、ターンでいく。あ、やべえ、来たー。まんまとかかってしまった。このフラグ回収の速さよ。キラー、早く来い。おい、おい。ドゥルドゥルドゥドゥン。ドゥルドゥルドゥドゥン。ドゥルドゥルドゥン。あ、入っちゃった。間違えた。すごいな、結構ドット絵マリオを多用するね。よいしょ。あ、ここでジャンプ。で、このキラーを追いかけるように走りましょうか。で、ちょっとね、欲張るとやばいからコインは無視しよう。はい、どう？あ、これ真上。あ、土管にイン。そしてアウト。なるほど。結構 3D のさ、ノコノコって脅威よね。ノコノコじゃないわ、クリボー。踏むのがさ、立体的に踏めへんっていうか、 2D の方がまだ踏みやすい。ちゃんと丁寧に踏んでいこう。よし。よし、ここで 3D になるんじゃないね。おっと、やっば。今、危ね。やりか、来た。あ、ライトがちゃんと照ってるんだ。すごいね。あ、すごい。穴が開いた。なんか俺さっきからすごいしか言ってないけど。すごいんだ、本当に。あ、これ変身時間に限りがあんねや。ヤッフィー、ヤッフィー。そう。はい。もう一丁いくよ。あ、桃から花を咲かせる。これ踏まないように気をつけて2行こう。あ、見えてきたね。ヘルプ。待ってろよ。今日でこれスーパーマリオオデッセイ完かもしれへん。お、もう完結かもしれへん。
出たな、ウサギ。ウサギ4兄弟。結婚指輪はいただいたわ。ボスは次の国に向かったけど。そうなんだ。あんたたちは結婚式のお呼びじゃないから。読んでねえから、お前の席ねえから。あ、次はプリティなウサギ。鉄球持って、なんかゴスロリ系ですね。あ、なるほど。これ跳ね返していくんだ。いくよ。はいと。あ、帽子をかぶせましょい、しょい。あ、いじめれる。あ、ヒップドロップだ、これ。おいしょい。結構このウサギは可愛いぞ。まだ可愛いウサギ。あ、帽子でどんどん破壊していく。おいよ。はいと。ヒップドロップしていきましょうか。基本的にワンパターンだね。いいね。このウサギはまだポップで可愛い。これだけステージ開ければ大丈夫でしょう。はいと。あ、これで終わりだ。あ、逃げる。ちょっと待って、これで終わりだ。よし、 3D の空間をフルに使いやがって。爆発するんだね。あ、これでバナナゲッチュもうパワームーンのことをバナナっちゅってるけど。この帽子のさ、お化けがラスボスとか、あ、ないんやろか実は僕がラスボスなんだ。なかなかさ、言うようで言わないよね、マリオって。いやー。なんか今初めて聞いたかもしれん。マリオが、いやーなんていうところ。砂漠に開いた大きな穴。ブルーダルズに邪魔されてたけども、順調にパワームーンは集まっているよ。朝ピラミッドが浮いている。それにもっと寒くなったような。クッパの仕業かな？あいつら本当にろくなことしないね。はい。ということで、震えたマリオをもう一回見ながら最後終わりにしたいと思います。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回のスーパーマリオオデッセイでまたお会いしましょう。じゃあねー。